主力電気機関車1116系タウルスが牽引するユーロシティ列車オーストリア連邦鉄道はオーストリアの国鉄事業を所管する国有企業グループである。1992年に政府傾向者から国有の特殊会社に転換された後、2003年成立の連邦鉄道組織法に伴い2005年に主要し会社5社を参加に持つ 連邦政府100%出資の国有持ち株会社 BB ホールディング AG に改組された。本校では株式会社会以前の BB および第二次世界大戦前の旧オーストリア連邦鉄道についても述べる。1000系電気機関車1970年代から80年代にかけて国際特急列車に使用された4000系特急用電車第一次世界大戦後、 オーストリア帝国鉄道の現オーストリア領内路線を承継し、共和国政府交通庁が運営するオーストリア国営鉄道が発足した。国鉄事業は1923年政府から切り離されて政府傾向者のオーストリア連邦鉄道総局に改組されオーストリア連邦鉄道に改称した。鉄道名を BB とせず BB としたのはスイスの地方私鉄。 エンジンゲンバルシュタル鉄道との略称重複を避けたためだった。ビリビーは1938年にナチスドイツによるオーストリア併合でドイツ国営鉄道に一時編入された。第二次世界大戦終結に伴い1945年8月に商工交通庁所管の国営鉄道総局が運営するオーストリア国営鉄道として DR から分離した。 当初は BB 時代と同じく公社に戻す案もあったが、国営鉄道の体制のまま1947年にオーストリア連邦鉄道に改称した。以後、運輸省、運輸、国有企業省、運輸電力省の連邦鉄道総局によって運営され、ウィーン、インツ、フィラッハ、インスブルックに連邦鉄道局を置いた。 1969年の新連邦鉄道法に、伴い連邦鉄道総局は、省庁組織から分離されて校舎に改組されたが、モータリゼーションの進展で、経営環境が悪化したため、その後も連邦政府予算による運営が続けられた。1992年、国鉄事業の効率化と欧州連合が主導する上下分離方式の将来的な導入を視野に、 連邦政府が100%出資する国有の特殊会社、オーストリア連邦鉄道有限会社に転換。国鉄会計は連邦政府予算から切り離されて独立再産制に移行した。さらに2003年成立の連邦鉄道組織法に基づき2005年1月に政府出資の国有持ち株会社 BB ホールディング AGE を中心とした企業グループに分社。 再編された。2008年に BB からザルツブルク州政府出資のザルツブルク地方鉄道に移管された特殊狂気線のピンツガウ地方鉄道電化は KKSTB 時代の1912年に開始され、現在においては鉄道網の多くが電化されている。標準記路線では1978年に無煙化を達成した。 760mm ゲージの特殊狂気線を含む地方線区については BB からの経営切り離しが進行中で地元州政府の費用負担による BB の自宅運行化や州政府出資の地元企業への完全移管が進められている2006年現在の連邦鉄道グループの外境は次の通り2008年から運行を開始したレイルジェットありがとうございます